降雪機にチェーンを装着して走行する路線バスタイヤチェーンとは自動車やオートバイで積雪路や凍結路、DNA を走行する際にタイヤの外周に装着する滑り止めのための器具。金属製チェーンと非金属製チェーンがある。タイヤチェーンは1904年アメリカのハリーディ・ウィードによって発明され、同年8月23日の米国特許にクリップ。 トレッドホーニューマティックタイヤーズとして特許権を取得した。発明者のひまごのジェームズ・ウィードによると、20世紀初頭では、運転手が縄や植物の鶴をタイヤに巻いて、泥道や雪道で駆動力確保するのが一般的であったのを見て、それらよりも耐久性の高いチェーンをタイヤに巻くことを思いついたと伝えられている。駆動輪に装着して性能を発揮するものであり、 前輪駆動には前輪、後輪駆動には後輪に装着する必要がある。四輪駆動車の場合は、それぞれの車両の取扱説明書に記載されている装着輪は車種によって異なる。四輪駆動車の前後どちらでも装着可能な場合は前輪に装着することを勧める。製品もある。タイヤサイズに応じて、タイヤチェーンにも異なるサイズがいくつか用意されている。また、 米国自動車技術者協会によって、自動車の駆動輪の周囲の最小間隙に適合する、タイヤチェーンなどの冬用駆動補助装置を区分する、サイクリアランスが規定されている。サイクリアランスは、タイヤトレッドから最も近い障害物までの距離と、内側サイドウォールから最も近い障害物までの距離との両方で規定される。W、U び S の3段階あり、 適合するタイヤ周辺の感激は W が最も大きく S が最も小さい。チェーンを装着していても前輪駆動車の場合は旋回中や制動時だけでなく直進中でも後輪が滑ってスピンの危険性があり特に急制動で発生しやすい。後輪駆動車の場合は旋回中や制動時に前輪が滑って ステアリング操作が効かなくなることがある。また、駆動力をかけすぎると、チェーンを装着していても、後輪が滑ってスピンする場合があるが、これは、サマータイヤに装着した場合であり、基本的には、スタッドレスタイヤを装着した状態での使用が推奨されている。各製品の説明書によると、最高速度は、金属製のチェーンで、時速3 0トル程度。 非金属製のチェーンで時速 50km 程度に設定されている。また、取り付けの不備があったり、限度を超えた使用をすると、チェーンが破損し車体に損傷を及ぼすこともある。このように操縦性や安定性には制約を伴うが、一般的な自動車に大きな改造を施すことなく、駆動力向上を図ることができる。タイヤチェーンは、スタッドレスタイヤ以上に、 積雪路での滑り止め効果が高く、雪が深く積もった状況では、スタッドレスタイヤに重ねて、チェーン装着を要する場合もある。日本の高速道路では、タイヤチェーン規制が発表されることがある。この場合は駆動輪へのチェーン装着、あるいは冬用タイヤの全車輪装着が義務付けられており、夏用タイヤの状態では走行できない。場所によっては、 チェーン装着車以外通行止めとなり、浮遊用タイヤの全車輪装着並びにタイヤチェーンの傾向、装着が必要となる場合もある。2018年12月以降、国土交通省と警察庁は、過去に立ち往生が発生した勾配の大きい峠道や、その近くにチェーンの脱着場が整備されている場所が中心に、大切時の立ち往生を防ぐため、 大雪特別警報や大雪に対する緊急、発表が行われるような異例の降雪時に、国内の一部の道路に対して、チェーン装着車以外通行止めを実施することを発表している。チェーンの脱着には、自動車を止めて、車外で作業を行う必要があり、路上や路肩で脱着作業を行うと、渋滞や事故の原因となる場合がある。こうした事故や、 渋滞の発生を防ぐため、積雪地域では、国道や高速道路などに、チェーン脱着場が設けられていて、道の駅やサービスエリア、パーキングエリアが兼ねているところもある。一方で、関越自動車道の関越トンネルと、東北中央自動車道の立子トンネルは、非金属製のチェーンのみ使用可能であり、金属製チェーンの使用は禁止されている。この場合、非金属製チェーンは、 財団法人日本自動車交通安全用品、協会認定品であることが条件となる。なお、車輪の周囲に十分な隙間が確保されていない車種では、サスペンションや車体に当たってしまうので、タイヤチェーンが装着できず、浮遊用タイヤの全車輪装着が必要となる。自衛隊車両では、下記でも携行されており、航時における、演習場の悪路を走行する際に装着する。 はしご形や、きっこう系の金属製チェーンが用いられる。自動車競技のうち、ラリーや、クロスカントリー競技といった、DNA を走行することがある競技では、陶器以外でも、DNA での滑り止めとして、チェーンを活用する事例がある。金属製、タイヤチェーン主に鋼鉄製。名称の通り差を変上にして、タイヤを覆うもののほか、工述するスプリングやワイヤー等。 異なる形状の部材を使用するものもある。非金属チェーンよりも比較的安価だが乗り心地では劣る。これは太い鎖による大きな凹凸が車輪につくためである。合成樹脂やゴムを使用素材としたもの。設置部材の表面の高度が低いため圧折やアイスバーンに対する食いつきは劣るが、これを補うために金属製のチップを設置面に配したものが多い。 ケーンを装着した郵便配達用オートバイ。ありがとうございます。